ソフトバンク 821t は、東芝が開発し、ソフトバンクモバイルが販売している W-CDMA 通信方式の携帯電話端末である。また、後継モデルであるソフトバンク 832t についても解説する。S アプリを利用したルートナビゲーションなどのサービスは利用不可。デコレメールは 821t は受信のみ、 832t は受信も、非対応。本端末が、NTT ドコモの楽楽、本シリーズの、フォーマー楽ラ楽クラク、本3と告示しているとして、ドコモ及び富士通は2008年3月17日、ソフトバンクモバイルと東芝に対して、模倣商品の販売などによる不正な競争を、防止する不正競争防止法に基づき、本機種の製造、販売などの差止めを求めて、 東京地方裁判所に仮処分命令の申し立てを行った。具体的には、ディスプレイ側についた3つのショートカットキーや十字型のカンソルキー、及びその組み合わせが楽々ほんと告示していることを挙げている。しかし、ドコモの申し立てに対しては以下に挙げる、問題点も指摘されている。ちなみに、京セラが製造した au の簡単携帯 w32k は、 ショートカットキーに類似点はあるが、カーソルキーは円形になっている点が楽楽本とは異なる。富士通で楽楽本を開発していた担当者が東芝に転職した後に製造されたことも申し立ての一因とされている。2009年4月15日、4社間で和解に至ったことが明らかになったが、その内容については非公開である。ちなみに、 東芝の携帯電話事業は和解した。翌年の2010年6月17日に富士通の携帯電話事業との統合が発表された。2010年8月11日に東芝の社内カンパニー、モバイルコミュニケーション社の受け皿となる東芝の完全子会社 FT モバイルが設立され、10月1日に FT モバイルは モバイルコミュニケーション社の事業を譲り受けするとともに、富士通の連結市会社で富士通と東芝の合弁会社、富士通東芝モバイルコミュニケーションズとなった。その後2012年4月1日に、富士通東芝は、富士通の完全子会社、富士通モバイルコミュニケーションズとなり東芝は、事実上携帯電話事業から撤退、最終的には、同社も、 富士通の携帯電話事業を引き継いだ富士通コネクテッドテクノロジーズに合併され消滅現在に至るこの問題が2010年の事業統合の一因となったのかは不明楽々本に極めて類似ドコモソフトバンク端末の販売差し止め申し立てドコモとソフトバンク若い高齢者向け携帯電話デザインありがとうございます